風景をテーマに作品を制作しています。今回は桜が水面の上に散っている様子と桜の中に映り込む風景を描きました。テーマは島です。生き物として島を描きたいと思います。東京トイというタイトルで、おもちゃを描いてみました。山手線とあと国会議事堂、東京タワー、東京スカイツリー、新宿北斗市、こういったものをおもちゃで描いてみました。山道で行った細くの立ち位置をモチーフに描いてみました。以上です。今回は桜の木を描いてみました。すごく老木の年老いた木と、それから花との、対比を描いてみました。日本の、伝統的な掛け軸という、形で展示してみました。今回は、メリーゴーランドのモチーフに、光をテーマにして描いてみました。近年、岩戸伝説の雨の娘の御事に心惹かれまして、書いております。その流れでこの度は闇をテーマに書きました。両病展をご覧いただきましてありがとうございます。作品の解説を早速ですが、させていただきたいと思います。ちょっと長くなりますが、そもそもヒョウという動物はですね本質のガラス越しの光と水の輝きをテーマになりました。最近の私のテーマとして鉄道のある風景というのを書いております。ただ趣味的見地から鉄道を描くだけではなくて、人と人とを結びつけるコミュニケーションの道具として風景画として描けたらいいなと思っております。感情の流れをテーマにモチーフに様々な意味を込めて描いています。私は鳥や花を描いてモチーフを描いてもいいんです。杉の板に今回、フラワーという絵を描かせていただきました。岩田総理です。一枚の絵の中に、咲き始めから、枯れていく姿の、一種類の花の絵を描いたわけですが、その、中に、生命感というのを感じ取っていただければ幸いです。